今のペースで丁寧に説明してるとね、終わらないんですよね。でこれでも相当省いてて、細かいことは全部省いてるわけですね。で、まあ、非常に要点というか大事な部分だけを説明をしているということなんですね。でさあ次なんですけれども、15時のビジョンということで、こういう花がいっぱい見えたって。でその時に僕がですね、奥様、光なす上等神様の奥様を象徴的に示したもので、花の開き具合が年齢を表していて、これ16歳、18歳、17歳、20歳っていうね、開いてるほど年を取ってるわけですね。だから20歳は満開です、ね、これ以上だとだん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 額が開いてきて落ちていくわけですねそういうことなわけですよね。でこれつぼみですから16歳っていうことになるわけで、僕はこのビジョン見てね、なんじゃこいつと思いましたねこんなにたくさん奥さんがいたらどうすんのっていう、うん、君誰だっけっていうね、名前はとかっていうな、まあ、ならないんでしょうけれども、これはちょっとね、こう 性質ですよ。でも側室入れたらこれ一体何人になる、何人っていうか何中になるのっていうような数ですよね。で僕はこのビジョン見て不愉快に思いました。まずね、実はこの花の柄は何かというと、光のやつ上総狼様とそのそれぞれの姫様との愛が、愛の層がどれだけあるかということを示している。で問題なのはこの白で村田原、この3番目ですよ。3番目の位にいるこの20歳の女性はとの間には愛はないんです。でしかも光をもらっていてこの状態なので、僕はこのビジョンを見てこれはとんでもない話だなって思ってるわけですね。まあそんなことを解説には書きません。で、女性が出てきた、これがまさしくその白いバラの女性で、僕はこの人見て問題の女性だなって思ってるわけですよ。で、こういうバラじゃなくて今度は桜のね、ビジョンが出てきたっていうんで、僕はねこのビジョンは彼女の性格を象徴的に表していますって。さあでこれはとんでもない女性だなって警戒しておかないといけない。名前は分かりません、未だに。白いバラの女性と呼んでます、僕の中でね。だからあっという間にことは起こりました。以上です。ほら3月29日のビジョンで、男神様の方に、女神様の方に男神様が起訴されました、ね、で僕が不倫の現場です。この女神は非常に位の高い方で、男神は上位のシステムの方です。これしか、これ6システムの点々ね、うん、でこの女性誰かって白いバラの女性ですよ、やっぱり、うん、そりゃね、上津狼神様ね、光の上津狼さん、シリウスシステムの天帝よりは6システムの天帝の妻になった方がね、それは財力からパワーから全部違いますよね。さっと乗り換えたんですね、うん、すごいでしょ。でこれ3時の、これ旧暦の3月3日ですから、旧暦の3月3日3時から、だからこの日3時からの、これが面白いんですね。僕の3月3日のね、3月29日ね、この日記に何が書いてあるか、この教示性ってすごいですよ。この日のね10時、午前の10時、何が書いてあるか、10時、女性の叫び声、光なす上越狼の狼様の3番目の妃が転落、メンタル界の無間地獄へ、6システムの天帝と不倫、彼もまた同じく落ちるって書いてある。僕は実はこの日の朝の10時に女性の叫び声でこの2人が不倫をしていて、両方ともが一緒にメンタル界の地獄に落ちたことをキャッチしてたんですね。わかりますよね。でもすぐに、でこの男神の方はたくさん妻がね、6システムに妻がいっぱいいるんだけど、天帝の座を追われた瞬間に全ての妻から離縁されました。で僕はこの後にですね、で神から民への合格、男神は全てを失いましたって書いてある。普通はこういうことは書かないんだけど、このことはみんな天界で知ってるからってこの後に書いてあえて書いた、書いてあるんですね。この不倫の代償はとても高くつきましたって、ね、書いてありますね。さあ実はですね、この後、これ3月29日でしょ、5月15日8時45分、女性がですね膝をついて泣き崩れて、私を許してって泣き崩れているビジョンを僕は見ました。彼女ですね、なぜかっていうことなんですけど、実はですねこう書いてあります。8時45分6つ目のシステムの元天帝自殺、ピストルで自殺した。でそれが知らされたんです。で僕はそのビジョンを見てました。彼が街頭で人がいるところなんですけどね、神がいるところなんだけど、ピストルで自殺して倒れた瞬間を僕は見てたんですね。で彼は自殺したなと思った。
そのことが彼女に伝えられた。それで彼女は泣き崩れて自分を許してくれって言ったっていう、そういうことも顛末なんですね。非常に哀れな事件でした。でこれで終わらないんです、実を言うとね。